皆さんこんにちは。安全地帯のボーカルで作曲作詞楽器演奏など音楽の才能が天才的な玉置浩二さん。今回はそんな玉置浩二さんの結婚と離婚、過去の活動休止理由について紹介していきます。まずはじめに玉置浩二さんのプロフィールと経歴を紹介します。名前玉置浩二、性別男性、生年月日1958年9月13日、星座乙女座、血液型 A 型、出身地北海道、ジャンル歌手アーティスト俳優、デビュー年1982年、デビュー作萌木色のスナップ、安全地帯、北海道旭川市に生まれました。祖母が民謡教室で講師を務めていたこともあり、2歳から民謡を歌っていました。その後歌謡曲やグループサウンズに傾倒し、人前にてその歌唱を披露していました。旭川市立カムイ中学校入学、野球部に入部し、中学2年時に転入生の竹澤豊さんと同級生となり、1973年に竹澤さんと2人でロックバンド安全地帯結成、また中学校の生徒会長を務めました。1974年旭川市立カムイ中学校卒業、北海道旭川農業高等学校入学しますが、プロミュージシャンを志してすぐに退学します。廃屋を買い取ってスタジオへ改装し、安全地帯メンバーとの共同生活を開始しました。玉置浩二さんは過去に3回離婚され、4回結婚されているそうです。玉置浩二さんには娘さんが一人いるという噂があるものの、真相は分かりませんでした。ただ噂によると、その娘さんは一番最初の奥さんとの間にできた子供とのことで、その当時記者会見で娘について語られていたことがあるという内容でした。ただ別の噂では、トーク番組さんまのまんまに出演された際、明石家さんまさんに子供いないの？と聞かれ、玉置浩二さんはもういないんですよと言ってるように聞こえたことから、亡くなった、どういうこと？とざわついたそうです。2012年11月11日発売のスポーツ報知のインタビューで、玉置浩二さんは衝撃的な私生活を赤裸々に告白されています。内容は、現在の妻青田のり子さんとの間に子供を望んだが、検査をしたところ、玉置さんは無精子症であることが判明したそうで、今後夫婦2人の関係を深めるという方針に改めたとのことでした。無精子症なら子供はほぼ望めないということでしょうか。だとすれば、1人目の奥さんの間に子供がいるというのはなさそうですね。玉置浩二さんは4回結婚されたとのことですが、実は事実婚をプラスすると5回結婚されているそうです。では初代から現在までの5名の方をご紹介していきます。1983年から1986年、名前不明。こちらの方は玉置浩二さんの同郷の方だそうです。1983年夏から1986年9月石原麻里さん、1982年に赤い下着をプレゼントしたことをきっかけに、翌83年夏に不倫関係が始まったそうです。85年2月に発覚し、同8月に同居報道も。86年2月に玉置浩二さんの DV で石原麻里さんが入院する事態に発展し、同9月に破局されたようです。石原麻里さんとの交際期間は3年だったようです。1991年から1998年薬師丸ひろ子さん、薬師丸さんとの結婚期間は7年5ヶ月だったそうです。1999年から2007年、安藤さと子さん、安藤さと子さんとは1995年に玉置浩二さんが開催したツアーで知り合った歌手だそうです。安藤さと子さんとの結婚期間は8年だったそうです。2009年2月から8月、石原麻里さん、2009年2月14日に23年ぶりに再会して愛が再燃し、同25日に都内の区役所に婚姻届を提出して
挙式されたそうです。同3月末から8月上旬まで新婚旅行に出かけたが、秋頃に破局していたそうです。スピード婚&スピード離婚ですね。しかも石原麻里さんは元旦那の白人男性との離婚が成立していなかったため、玉置浩二さんとの婚姻届は受理されていないそうで、事実婚となっているそうです。2010年から青田のり子さん、実は青田のり子さんとは1990年頃少しだけお付き合いをされていたそうです。ですが2人はやりたいことが噛み合わず、結果破局となったようです。ところが20年も経った2010年1月、玉置浩二さんは青田のり子さんにものすごく会いたくなって突然連絡を取られたそうなんです。そして2人は再会し、2回目の交際が始まりました。業界で玉置浩二さんの性格は気難しい、自由奔放と噂され、過去に結婚されていた期間は最高で8年という中、青田のり子さんとは10年記念日を無事に迎えられています。長続きの秘訣は、青田のり子さんが巧みに玉置浩二さんを手のひらで転がせているとのことらしいんです。しかし過去に2人は離婚間近だと報道されることがありました。その理由は2011年に別居報道があった、 DV しているとの報道があったとのことです。結婚した翌年の2011年には週刊誌週刊女性により別居していると報じられ、離婚は秒読みなのではとも言われました。青田のり子さんは2010年の結婚後に安全地帯のツアーに同行し、公私ともに玉置浩二さんをサポートしていました。ですがツアーが終わった玉置浩二さんは、かけがえのない何かを失ったかのように塞ぎ込み、青田のり子さんを避けるようになったんだとか。青田のり子さんはそんな浮き沈みの激しい玉置浩二さんに疲れたのではないかと噂されていました。さらに玉置浩二さんは青田のり子さんに DV をしているということを報じられました。玉置浩二さんが青田のり子さんに浮気防止のために剃髪を強要、このまま DV がエスカレートしていくのではないかとも言われました。玉置浩二さんに近い音楽関係者によると、玉置はキレると青田に暴力を振るってますよとのこと。ただ実際に玉置浩二さんの DV の現場を見た者は一人もいないようです。そんなことが報じられてはいましたが、二人は離婚せず仲根氏のようです。次に安全地帯が過去に活動を休止した理由について紹介します。現在も活動中の安全地帯ですが、今までに3回ほど活動を休止したことがありました。1度目の活動休止期間に入ったのは1988年のこと。メンバーたちの音楽の方向性に相違があったためとのことで、およそ2年間安全地帯は活動を休止しました。活動を再開した安全地帯はシングルやアルバムをリリースし、テレビ番組にも多数出演、絶好調に活動を行っていた1992年、安全地帯は再び活動を休止。2002年に活動を再開した安全地帯ですが、翌年の2003年に再び活動を休止しています。2度目と3度目の活動休止理由について、インターネット上では情報が見当たりませんでした。2010年3度目の活動休止期間を経て活動を再開した安全地帯、2017年5月31日にリリースしたベストアルバム「オールタイムベスト」はオリコン週間アルバムランキングで9位のヒットを記録しており、現在も日本の音楽業界で大活躍中です。2010年に3度目の活動休止を終え、活動を再開している安全地帯、現在も活躍しており、日本の音楽業界を盛り上げ続けています。今後の活躍も楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。